めっちゃ高い。ポテコ。カップラーメンもめっちゃ高いです。79元。シーフード食べたいな。台湾ラーメンが逆輸入されてる。69元。台湾のカップラーメンが43元に関して、対して倍ぐらいするからな。高いです。買わない。オレンジジュース70元。豆乳がめっちゃ多いですね。安いし、豆乳は30元とか33元ぐらいである。ヨーグルト8月31日これかな、これかな。で、牛乳が結構いい値段するんですよ。85元とか81元とか。日本の牛乳、北海道のやつとか209元、超高い。何リットルで1000、1リットルで209元、めっちゃ高い。あとは紅茶、紅茶最近好きで、紅茶我最近常喝紅茶、この紅茶が好きですね。ダージリン、これかな。165元で20パックだから1つ8元ぐらい。1ついくらだ、30円ぐらいか。美味しいんですよ、これ。結構高級ですけど。ビター豆腐、これ醤油で焼いたら美味しい。焼き豆腐にします。日本の味噌とかも輸入されてて、長野県と福岡県の味噌、北海道とか京都とかいろいろあります、ね、あとは卵、最近よく買うのがこれかな。元気満々、いい。裏割れてないかチェックして。一番安いのはこれなんですけど、49元で10個入ってるからちょっといいの買ってます。いやー、サーモンとか結構高いんですよね。なかなか買えないで、買わないです。日本の味って書いてある。とかよ、豚肉があってって感じですかね。焼肉のこれ青森のやつで、これ結構美味しいんですよ。これ好き。ゼブハウス159円安くなってるし。ナスが4本で65元なんですけど、4本39元になってる。これ買おう。ちょっと傷んでるけど。豚肉も安くなってる。賞味期限が明日まで。1,2,3,4いけるかな。これもいっとこう。感じかな今日。ありがとう。
ワンちゃんがいる。これで全部で705件です。2500円くらいかな。